小学生の可愛い女の子が描くワンピース似顔絵、このキャラは誰でしょうか。さあ始まりました。本日も気持ち込めて即興で描き上げていきます。まず初めに言っておかないといけないことがあります。この方、下手です。ただなんでだろう、何か応援したくなるんですよね。皆さんもそんな時ないですか。僕はあります。まさに今です。口には出しませんよ。でも心の中で頑張れ頑張れって何度も言ってます。これってファンですよね。これからも私はこの方を応援しようと思います。はい、それでは描き上がったみたいですよ。皆さん答えわかりますか。声に出して言ってみてください。それでは正解を言いますね。よろしいですか。 3、2、1、5。正解はコメント欄に。こんなやついますよね。私はそんなことしません。正解はこちらです。鳥の国の住人を困らせている鳥、光り物が好きで貯めていた宝を人間に奪われ、住んでいた場所からも追い出されてしまった。移り住んだ鳥の王国でも同じ目であるのではと思い、人間に対して攻撃的になっている、そんな私はますけれども、ワイエロイと申します。皆さん正解にたどり着くことはできましたか。正解だった方をおめでとうございます。不正解だった方も懲りずにチャレンジしてください。また描いてほしいリクエストをむしゃにちゃん待ってます。そろそろお別れの時間となりました。本日ナレーションを務めさせていただきましたのは、ロンパオことひゆきでした。この何とも言えないチャンネルですが、今後ともども浜チャンネルを応援してあげてください。グッドを見てみる。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ、サンキュー。ワンピースっていいですよね。これからも私は読み続けますし愛し続けます。 I love ワンピース。皆さんもワンピースの世界へお連れいたします。野郎ども、準備はいいか、出航。